皆さんこんにちは、こんばんは、やっさんでございます。今回はですね、初めてのヒゲ脱毛ということで、神戸にありますゴリラクリニック神戸院様にお伺いした際の動画をアップさせていただきました。私ですね、実はヒゲにね、大変こう悩みをね抱えておりまして、いつかはヒゲ脱毛をしたいと、もうずっとずっとね心に思っておりました。でですね、今回ようやくそのね願いがね叶うということで、はい、今回初めてゴリラクリニックさんにお伺いしてまいりました。まあ、今回ですね、そちらの初めてね行った際の動画になるんですが、非常にですねこう緊張しておりまして、いろいろですね動画を見てますと、痛いんじゃないかということでですね、もう非常に不安でね、もうあらゆる人の動画をね見まくりました。まあやはりですね、皆様痛い痛いとねおっしゃるので、今回はあまりこう痛くないと言われるねメディオスターという機器を使ってですね、今回初めてのヒゲ脱毛に挑戦してまいりたいと思います。じゃあそれではですね、ゴリラクリニックさんへ突撃してまいりたいと思います。はい、いよいよですね受付済ませまして、こちら待合室で待機しておりました。まあね、なんとね、そういうことにね、こう若いね男性客の方がね続々とね入ってきました。まあね、お客さん多いということでね、こう非常にね緊張した心もねほぐれてきました。まあそれではですね、いよいよね施術の方へ入ってまいりたいと思います。こちらですね、残念ながら私の画像ではないんですね。こちらゴリラクリニックさんの公式から画像をねお借りしました。はい、今ですねゴリラクリニックで1回目のねヒゲ脱毛の照射を受けてきました。感想なんですけど、結構痛かったですね。痛くないっていう機械をね、メディオスターっていうのを今日使ったんですけど、もう結構ね、なんて表現したらいいのかな、こういうピリピリするような、なんか静電気をね浴びるような痛みでした。はい、まあまあでもね、全然麻酔しながらなので、耐えれる痛みではありました。ということで、また2回目もね受けていきたいと思うんですけども、まあ2回目はねギャグレーザーをね勧められたんですが、もう1回ねメディオスターでやってみたいと思います。という感じで、まあそんなにね赤みもないんですけど、まあでも全然大丈夫かな、全然通えるぐらいやなと思いました。はい、ということでね、今日で1回目終わりましたので、またね、ご報告してまいりたいと思います。